はい、皆さんこんにちは。はい、恐怖の救急車の方でございますいやこれちょっとまだ取れてなかったんですけど、いやー待って、勝率15勝1敗1敗なんですけど、ちょ怖すぎ、ウォーズ怖すぎ。13連勝ってなんやね13連勝ってなんやね、ちょ怖すぎるわ。角換わりいきます、角換わりいきましょう。いや、あー横歩取りか、横歩取り私させないんですけど、一手損角換わりにして許していただこうかな。一手損角換わり系の将棋で許していただこう。金上がったら角交換どうしようかな。まあ横歩取りに行く手もありますけど、ちょっとせめて自分の得意な形でいこう。自分の得意な形でいきますと。同銀銀、ちょっと頑張ろう頑張ろう。銀で相手の方がまあ早繰り銀とか棒銀とかそういう速攻系で来るのか、まあがっちり腰掛け銀で来るのか、どっちかですけど、どうなんやろ。あ、これはどうなんですかね。腰掛け銀っぽいような気はするけど、早繰り銀の時ってなんかあんまり玉囲うっていうよりか先に銀を出すことが多い気がするので、そうですね、腰掛け銀ですね。ちょっとこっちも腰掛け銀で持久戦にしていこう。ゆっくりした戦いを目指していこう。がっちり組み合って、こっちでは先、こっちは、あ、でもそうか、これこっちが後手番だと思ってたんですけど先手番でしたねなんか後手番なんで千日手上等の構えでいきましょうと言おうとしたんですけど、先手でしたね。先手で一手損角換わりしたから後手番の形になってるだけであって、開始の手番は先手。まあどっかでお互いどちらかが打開することにはなると思うんですけど、まあまあまあ、ちょっとでも相手の方金が珍しいですね。金が、まあ、珍しいというか最近にしては少ない。ああ、すごいオーソドックスな。10年は言い過ぎやな。5年ぐらい前、この金まっすぐの形が出てきた時ってなんかこういう将棋多かったんですけどね。で、7九玉引いて。実は僕これ、この形を初めて見たの、学生大会で初めて見て、そんなんがあるんやとか言って、ましたね。こんな金あるとか言ってこんな金あるとか言ってましたけど、まさかのそこから大流行ということで、まあこれ玉引くのが一つ定石としてあった気がする。玉引いてで金上がってくるのが定石であった気がする。昔なんか羽生さんと菅井さんの将棋がなんか金上がってたような気するんですけど、あ、もう桂跳ね、アグレッシバーだ。え、桂跳ねで負けんの？桂跳ねで負けます？銀引いて角打ちと歩突きの両方があるんで耐えれそうな気がするけど、まあ無難に行くなら銀上がりなんですけど、今すごいなんか絡まった、銀上がりなんですけど、金上がってこう角打ちを受けられるとこの次の歩突きを見せられてあんまり面白くないような。銀引きであれば金上がられても歩をついて桂馬を取りに行く手があるので、ここは強気に銀を引きたい。でも多分歩をついて暴れてくるんやろな。まあここもついて、多分ここも突き捨ててくるんじゃないかな。違うかな。あ、単に同飛車。歩は取り？でもそれ歩突きが手筋で同飛車に銀上がりとかで飛車が詰むので、まあとりあえず歩打ちますか。ん？でも飛車回って歩ついて歩打ってとかで、いやー、それで攻め潰されんの？歩ついて同飛車は銀上がりで飛車が詰むので大丈夫ですね。歩ついて歩打ちとかか。同歩なら角ぶち込みみたいな。
でも歩ついて歩打ってきたらそこで銀上がって飛車引いた時に歩を取る、角ぶち込みに歩打ちとかで受けれるから、歩突きでなんか受かってるっていうのが感覚だったんですけど、そうでもないのかな。歩突きにはてか歩突き以外もう見えない歩突き以外もう見えない体になってしまった。歩突きには歩で暴れようってことなんかな。でもなんか角とかで桂頭受けれるから、歩突かれても角打てば飛車取りにしつつ桂頭受けるっていう手が、あ、同飛車で同飛車大学、もうなんかわからん将棋将棋わからん。銀上がったら同飛車なり同銀、銀打ちで勝とうとしてるってこと。いやもう将棋わからんわ将棋わからんわ。銀飛車取れたら飛車打ち王手、将棋わかんないんですけど。いやでももうやったからには銀上がるぐらいしかないかな。同飛車なりで、同飛車なりで同金もあるのかな。同飛車なりで同金と取って、同飛車なりに同銀だとここに銀を捨てて同金に角打ちっていう筋があるので、あ、角ね。いや角っていう手があるのか、ちょっとそれは見えてない。シンプルに、シンプルに見えてない。いや角っていう手があるの二度目の驚き。でも確かにここで飛車取って同角は香車取りと桂成りの両方があってまずそうですね。じゃあ負けたくないんですけど負けたくないんですけど、飛車回りとかはな、もういかにも死にに行ってるもんな言葉良くないけど、言葉良くないけど飛車寄りで次こう取っちゃおうっていう手はあるんですけど、いかにもな、いかにも殺してくださいって感じの手やもんな。飛車でも寄ったらどうするんやろ。飛車切ってきて同金、それで耐えてる説ない。いやないよな、普通普通ないと思うんですけど。でも放っておい、でも放っておいたらこれどうするんやろ。飛車なられても同金ですぐ何かがあるわけではない。でもこっちも飛車をもらわないと、角を転がしておく。でも銀引きで受けられて角納得、いやそれ意味、そんなに意味なさそう。あ、でも角打ちに銀引きは5五銀ってまっすぐ出て飛車を詰ます手があるか。角には金上がり、それなら角を成っておく手もワンチャン考えられそう。でも8六歩とかで嫌か。これ次歩打ちがありますね。歩打って同歩なら同飛車で助かりますし、歩打って放っておくと歩成り同金でいじめられるんで、いやもうちょっともう飛車回るわもう飛車回りますわ。もう煮るなり焼くなり好きにしてください。何かあるのであればもう僕はし、あーそっちが待って、それシンプルに見えてない待って、そんな手が見えてないのはちょっと良くない。そんな簡単にしばかれるとは、待って待って、それは見えとけよ、それは見えとけよそれは見えとけよ。さすがに同歩は金取られますね。飛車で銀取るしかないけど桂成りですね。いやそれは見えといてくれよそれは見えといてくれよ。あれでも待って、桂成りの時に飛車で引っ張ると、あー王手で捨ててくんのか。でもそれしかないかな。とりあえず飛車打って、あれ王手で捨てるってどうしたか。飛車打って玉が逃げた時に飛車を成って角取りにしましょう。ちょっと攻めを、攻めを最速おじさんで、でここで成桂捨てて同玉とか取らせて角なってくるかと思ったんですけど、こう成桂捨てると同飛車で角で金取った時に同飛車なので、あー冷静おじさんか。いや冷静おじさん確かに、わ冷静おじさん強い待って
わあ、これどうしようもないか。同金は同角成が王手銀取り。まあそこで桂馬打って銀を受ける手はあるけど、まあ金とか張り付かれてダメでしょう。同金同角成玉逃げぐらいが一番頑張りがいあるのかな。いや頑張れてるかそれ。でもボロッととボロ、いやー厳しい。いやでも入玉、入玉を目指せ、目指せ入玉、目指せ入玉。待って、これ馬が竜取りかまあどっちにしろ竜銀取られた時に竜入るつもりだったんで、とりあえず入りましょう。いやーもうなんかいかにもいかにも敗走って感じいやでもまだわかんない。いいや、渋すぎ、渋すぎる。なんだそれは。それが大人ってやつか。それが大人ってやつですか。でも端歩とか攻めたらどうするんやろ。この玉って結構端が弱いんで、とりあえず端にこちょこちょしとこう。これが大人ってやつか。これ同香同香桂打ちとかは入玉されちゃうのかな。同香には1四歩か。いや知らん知らん知らんもう形勢が悪いから勢い、形勢が悪い時に無難な手を指してても形勢が良くなることはないので、もう知らん知らんと行こう。前へ突き進むんや。いや金寄りはすごいな。そうでもないですか皆さん。そんなの普通じゃないっていうね、ご意見もあるでしょういやでも金寄りはさせへんな。なんか銀打ちとか攻める手がすごいいろいろ見えるだけに指しにくいかなと思うんですけど、いや激痛激の痛なんですけど、まあ同金かな。1四歩が詰めろにはならないか。あでも歩成りから結構危ないけど、これ金寄りは銀打ち、まあ馬取ってそれで勝負するか。同竜が馬取りになるんですけど、多分それ銀とか打たれて竜取りで攻められるとちょっと希望がなさそうなんで、金で馬で取って飛車取らせた時歩成りで詰みみたいな、ないかないか。まあでも一回金寄るか。馬入りが飛車取り、強者立てが歩成りから危ないのは危ないんですけど、強者が2枚ないと詰まないかな。あ受けに利かしか、受けに利かしおじさんか。で銀、銀張り付きおじさん、飛車回りが詰めろじゃないか飛車回りが馬が効いてなければ詰めろなんですけど、あ待て、でもそれってこと、あー違うわ。飛車回って金取られて歩成り同馬同飛車成り同玉歩同玉強襲、あ結構危なくない。いやーでもそうでもないか。でもちょっと勝負しに行こう。飛車回って金取って角打ちは同桂同歩成り同馬同飛車成り同玉竜合駒歩同玉、あ詰みか、詰めろっていうか、次角打って同桂とか取ると詰みですね。で角に逃げられると詰まないんですけど、それ馬取って、え逆転じゃない、えあれなんか読み抜けてる。角は逃げたら馬取りますよね。角同桂同歩成同馬同飛車成同玉竜合駒歩同玉竜合駒香車合駒桂馬、あれ詰みじゃない。引いて馬取らせて必死かけようとしてんの、読み深すぎるあれでも違うな、うん違う、それは馬取った手が詰めろだったから、え詰まない、なんか読み抜けてるかな。同馬で同飛車成同玉竜ですよね。で歩合駒して歩叩いて同玉竜で合駒するしかない。で強者打って合駒するしかない桂馬で、え
待って、も戻るならここ、いやでももう隠せちゃってるから戻れないかとりあえず行こう。同玉で、俺なんか勝てると思ってなかったんですけどなんか勝ちになってる気がするけど、竜で合駒ですよね。これ何合駒しても次歩叩いて同玉に取るんで、ここは何合駒しても関係ないですね。まあ一回叩いて、あれなんか知らんけど勝ったなんかあれ勝ちですよね。あれ銀桂に歩が3枚ここで急に謎のネタをぶっ込むっていう。え、合駒香車合駒桂馬で詰みの形ですよね。あれ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 不思議不思議飛車打ちだから詰まないとかある。香車でこれは合駒するしか逃げ場所ないですけど、何合駒しても桂馬打てば取ると香車で王様取れる形なんで、あれあれ勝っちゃった、あれ勝っちゃった、やったあれなんかすごい実感のない勝利なんですけどすごい実感のない勝利なんですけど、これは勝ちですね。合駒して桂馬、そうですね、何合駒しても桂馬で詰みです。あれなんか勝った、はい感想戦していきますというわけで感想戦なんですけども、いやー勝ちましたねなんか終盤は勝ててたみたいなんですけど、とりあえずまあそこもやろうと思うんですけど、まずは中盤ですね。この相手の方が攻めてきたんですけど、いやこの角打ちへの対処ですね、これ飛車寄りはちょっとやばい人でしたねやばい人っていう語彙力。まあでもここどう受けるかっていう問題なんですけど、これ飛車じゃなくて玉が良かったみたいですね。こうしておけば、まあ、相手の方の狙いとしてこう飛車切って同銀に桂馬を成るっていう手があるんですけど、まああらかじめ玉を上がっておくことで真ん中を守ってるので同金と取れるので、こうやって受けておけば、まあ、互角の範囲なんですけど、こっちが若干良かったみたいです。飛車寄りはこれが完全に見えてなかったですねここからはひたすらこちらの敗勢でしたね。こちらがずっと悪かったです。桂成られて飛車打ったんですけど逃げて飛車成りにじっと角引かれて、これははっきり悪かったですね。で同金同角成で逃げて、で銀ボロボロ取られるんで、これ金銀の枚数が今7対1なんですけども、相手の方が7でこっちが1なんですけど、7対1になっちゃうと大体少ない側が負けですね。負けというか、まあ、形勢悪いですね。まあ、今回も7対1でこっちが少ないので形勢は圧倒的に悪かったんですけど、いや橋攻めがでもなんか効きましたねこれ橋攻めたのが良かったな。まあ、相手玉のこの囲い橋がすごい薄いので、まあ、すごい薄いというか一番、まあ、薄い、こっち側はもう硬すぎるのでこっちから攻めたと、これがすごい効きましたね。同金歩で逃げて、逃げた時に取って、で銀の時にかわして、で金取ったんですけど、でここ問題図してると思うんですけど、角打ちがこう起死回生の一手で、同桂は本譜の順で詰みですね。同歩なり同馬で切ってから竜で合駒して叩いて、これ何合駒してもどこで何合駒しても変わらないですね詰み筋は。ここの飛車打ちとかここの角打ちとかいろいろ合駒考えられるんですけど、何合駒してもこの手順で詰みなのでこちらの勝ちになってます。でちょっとややこしいのは、これ角打った時に玉を引かれると相手玉に詰みはないんですけども、ここで、まあ、単に馬を取る手もあると思うんですけど、一回香車を捨てる手がいい手みたいで、これは正直ちょっと見えてなかったんですけど、同玉に馬を取ると、そうすれば自玉が安全になって詰まないですし、相手玉は次歩を成っていけば詰みなので、これはこちらが大優勢の局面でした。まあ、ちなみになんで一回この玉引きにここに香車を捨てたかっていうと、まあ、角単に角成りだと一応ここに歩を受ける余地ができるので、まあ、それを受けさせないために香車を捨てた方がいいっていうことだと思います。まあ、そこのあたりはちょっと難しいんですけど、まあ、こういう手順でこう馬を相手の馬を取ることができるので、こちらが逆転してます。
やこれなんか橋決まったな、気持ちいいそうですね、なんかちょっと途中形勢悪かったこともあって勝てると思ってなかったんですけど、気づいたら勝ちになってたというか、角が決まってこちらが逆転できたっていう将棋でしたね。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。